あ、あれじゃない？ほらほらほら、ん？違うわ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで次のディスクも作らんといかんのね。エネルギーを消費してマップなディスクを使い異世界で冒険されますか。はい、ディスクを作成。コード1。これなんかちょっとかっこよさげなものにしたいな。なんとなく前回の1枚目の時さ、なんか適当にポン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 ってやったらできる感じやったけん、ちょっといまいちよくわからん感じでやったんやけど、出現系統とかは決まるんやね、これで。偉大な、偉大なってかっこよくない？なんとなく。コード2。あ、これでクエスト内容が決まるんや。前回の何やったんやろ。収集。収集やってみよう。墓地やって、墓地の。で、ウミガメ討伐の。レベル設定は、ちょっと50ぐらいで行ってみようかなと。よし、ディスク作成。偉大な墓地のウミガメ討伐のマップを作成します。よろしいですか？偉大な墓地ってよくわからんけど、ほい。この空間を漂っている幸運の妖精をできるだけ早く6匹集めましょう。この空間を漂っている幸運の妖精？なんだそれ。ディスクを使用。ほい、偉大な墓地のウミガメ討伐のマップ。海なのに墓地っていう意味がわからないけど、挑戦します。この空間を漂っている幸運の妖精をできるだけ早く6匹集めましょう。クエストスタート。で、それはさ、一体どうやって見つけるの？リアクターとかで見つかるんかな？違うか。これってさ、マップ上にも別にない。でもって多分あの赤い枠から出たらいかんのよね。あ、あれじゃない？ほらほらほら、ん？違うわ。全然違うわ。私、あの光って思ったけど、全然、ちょうちんあんこうのちょうちんだった。アホすぎやろ。幸運の妖精っていうのがどういうのかがよくわからんねんけどさ、どれなんやろ。とりあえず一匹見つけて、どういう感じなんかを見たいんだけど。最初のさ、ポイントを通過してみたいな、チェックポイントのやつみたいな感じの方が簡単なんやろうな。ね、ネクスト、ネクストで全部出てきてくれるし。もう他のやつもそういう風にネクストって出してほしい。そしたら試練にならんのかな。難しそうだな。ね。はい、あと一匹。混乱してるじゃないか。大丈夫、いける？秘めたる力。それを解放することはないんだ。おし、んで、ほんとどういう感じでどの辺におるんかが。空中ライド。よいしょ。幸運の妖精、あれ違うよね。普通にモンスターだな。なんかめっちゃドアップだけど。リアクターとかで、これや。光を放つものがふわふわと飛んでいる。幸運をもたらすという妖精のようだ。なるほど。捕まえる。これどうやってやればいいの？どこにいるの？遠。あんなとこにおるんかい。どれ？おっしゃ、妖精の力2倍の効果が発生した。なんか知らん。お、あっちにも。あ、光でだいぶわかるな。結構遠くからでも目立つね。あれか、経験値のやつか、これ。はい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 。妖精の力4倍の効果が発生した。集めた数6分の2。危ない。落ちていく、私。おーし、ここにも。これ結構わかりやすいんじゃない？チェックポイントのもさ、ネクストとは書いとったけど、一応、遠くからでも光見えたからね。ちょ、捕まれよ、お前。ほい、妖精の力4倍の効果が発生した。そして、あとは？なんかもう一匹さ、その辺飛び寄ったよね。おらんな。ちょっとこっちの方来すぎたかな。向こうの、あれだ。あっこに、ほら、こんだけ遠くからでも超目立つんですけど。あ、ここにもおるやん。ちょ待って、はい。はい。あそこにもおる。え、めっちゃおる。ウッハウハやね。はいはい。いや、ゲットできねえ。あ、ちょ待って、落ちる。落ちるー。もう落ちた方が楽だね。諦め。そしてあの辺めっちゃ集合しとった。
ね、めっちゃ集合してた。絶対いいやん。ちょ、待ってね。でもなんかね、距離感がよくわからんねやけど。いまいち。どう？これ。いける？お、おっしゃー。妖精の力2倍の効果が発生した。あー。モンスター避けようと思ったら、待って、あっち行ける？行けんね、もう落ちよう落ちよう。落ちよう落ちよう、そっちの方が楽だよ。どこに復活したこれ、私。あ、いた、妖精さん。妖精さん、会いたかった。はい、はい。おっしゃー、はい、5匹目。次は？あっちにおる。おっしゃ、これは、ちょっと待ってね。これはちょっと一旦これで。キラーパンサーでひょいひょいひょいっと。キラーパンサーでっていうか、こいつで行けばいいのか。えい。あー、落ちる。お、落ちる。ちょ、待って、はい。羽ばたけ、私。羽ばたけ。よし、オッケー。これで最後。はい。おっしゃー、ゲットー。どうよ、クエストクリアー。ええか。いける？結果報酬確率 100%。 お、よっしゃ、よかった。一応 S がよかったけど。報酬は和田摘の指輪です。これより報酬ゲットの抽選を行います。オッケー。これでまたルキア、ルキアじゃないわ、アロマに渡せばいいんやね。おめでとうございます。特別なプレゼントをゲットしました。和田摘の指輪を入手しました。お、偉大な墓地の海神討伐のマップのレベルが上がった。レベル50からレベル53。またのご利用をお待ちしております。和田摘の指輪をポイントゼロにいるアロマに見せに行こう。あ、もう、アロマは向こうから戻ってこんのやね。ん？なんかおるけど。アロマ姉ちゃん頼まれて、オイラが留守番することになったっちょ。詳しい話は姉ちゃんから聞いてるっちょ。オイラ精一杯留守番するっちょ。おう、マジか。ところで3つのアクセサリーが手に入るディスクのキーワードをまた聞くかちょ。あ、大丈夫、大丈夫。そうかちょ。忘れたらいつでも聞いてくれっちょ。一人で地下に来てさ、怖くないかい？大丈夫？とりあえず私は今から旅立つから、ポイントゼロに。行ってきます。おし、来た。これで、はい、新たな時空の裂け目を開いてもらうよ。アロマー。おった。アクセサリーを持ってきたよね。それじゃ、海干し紙の封印を解いてあげるわ。お願いします。お、開く開く。もうこれ最初から空中ライドにちょっと切り替えとこうかな。ここちょっと飛びにくかったし。時空の裂け目の封印を解いたわ。これで海の神、和田摘戦えるわよ。あんたの勝利を祈ってるわ。頑張んなさいよ、アイナ。ありがとう、了解。よーし、向かうぞ。飛ぶ飛ぶ。あ、さっきのところはあれかな、横のやつかな。あ、とりあえずこっち、こっちか。なんかこういうの怖くない？あ、あれ、また、また特技覚えれるんやねん、これ。どうよ。この近くに配置されてる石を調べて、特技、ラナリオンを入手してください。ほらほらほら。ラナリオンやって。石兵のアクセスを確認。特技、ラナリオンを入手します。これで情報を手に入れよるってことかな。すごいな。ラナリオンを覚えた。ラナリオンは今いる場所の天候を変化させる特技です。おお。特定の天候でしか出現しないモンスターをスカウトしたいときに活用しましょう。なるほど、なんかちょっとポケモンみたいな感じやね。あれ？びっくりした、できんのかと思った一瞬。よーし。何あれ？なんかさ、あっちに時空の裂け目あるんやけどね、ここになんか。あ、宝箱あるし。おー、1万ゴールドいいね。この建物何？なんでもないんか。あれかな？ちょっと、トイレ休憩に使ってよろしいよ、的な感じか。まあね、ボス戦の前にちょっと、用を足しておかないと。時空の裂け目が広がっている。こことは違う空間に繋がっているようだ。時空の裂け目に入ってみますか。ほい。
来るよ。もう来た。ん？なんかデブいな。でかい。どういう状態？ちょっとよくわからんねんけど。まあちょっと、戦っていこう。匂うぞ。プンプンと臭くてたまらん。ゲスな人形の匂いが漂ってくる。よくもずうずうしくこのわだつみ様の前に顔を出したものだな、ゲス人間め。このわしから星のかけらを奪うこと、一度では飽き足らんというのか。このわしからって、あたしあなたから一度も取ってないけど。だがわしも舐められたものよな。たった一人で挑んでくるとは。その思い上がりを叩き潰してやる。大海原の怒りを知れい、ゲス人間。え、なんか、一人の神様が、なんか三つの神様に姿を変えるわけじゃないよね。ちょっとよくわからないんだが。しかもたった一人で乗り込んでくるとはって言うけど、戦うのは私じゃなくてこの三匹の魔物だからね。しかもスタンバイもいるからね。一人じゃないんだよ。なんなら私モンスターの頭に乗ってるだけだから。超危険。にしてもマスターが頭に乗っただけでさ、やる気が出るっていうのは一体どういう。あ、私信頼されてるみたいな感じかな。ちょっとモンスターの心境が知りたい。どんなやおいみたいな感じにはならんのか。てかこの敵はさ、どういうあれかな、ポセイドン的な。おお、え、あの、え、こいつ四足歩行なの？二足歩行かと思っとった。うわ、その動き気持ち悪い。何？なんかカエルみたいな体だけど、でもなんかめっちゃ、エラ？ヒレ？ついとるし、なんか、マーマンみたいなね。でもマーマンの方がだいぶ、スリムだけれど。そこは関係ないか。そこはまあやっぱり裏ボスというだけあって、でかい。ね。え、この後おるのが何？何やったっけ？空中？空？空の神？あれ違ったかな？あれ最初のやつ陸やったよね。陸で？海で？空かな次。空はどんな感じやろう？なんかちょっとフェニックス的な。違うか。こいつは緑じゃないんやね。周りは緑やけど。賢さが下がった。あ、っていうかなんかさっきからさ、ちょっと気になっとったんやけど、なんか出とったよね、なんとかの虚空みたいな。またお、ボーナス、幸運の妖精2匹。やった、幸運の妖精。効果切れたけど効果切れたけど、でもゲットしたから。またしても破れてたと。仕方がない。おい、ゲス人間。うるさいな。ね、またしてもって言おるよね。このわしの持つ星のかけらをくれてやる。夢へも粗末に扱うでないぞ。大丈夫だよ、大事にするから。うわ、なんかめっちゃ爆発しそう。大丈夫か。お、出てきた、出てきた。でもこれもしもさ、神様が、三匹にさ、姿を変えて戦いようやとしたら、なんか、三回も殺されるって嫌やね。海のスターピースを手に入れた。まあまだ三体目やってないけど。ポイントゼロの研究室で待っているアルマの元に戻り、このことを報告しよう。ほいほい。ってことで、時空の切れ目、裂け目か。時空の裂け目から元の世界に戻りますか。ほい。さあ、ここから、ルーラーで、はい、ポイントゼロ。トイレ我慢できたんじゃない？あっこでいかんくっても。ね、何の話やねんって感じやけど。いやー、なんかこれくねくねなるよね。持ってきたよ、スターピース。海のスターピースか。知ってる？アンセスってね、泳げないのよ。あんたには隠してたみたいだけど、お兄さんとしてのプライドなのかしらね。でもね、
わだつみ戦った時のあいつは、そんな弱みを少しも見せず、勇敢だったわ。あんたたちはやっぱり兄弟ね。そっくりよ。エイリアスだからって理由じゃない。まあね、エイリアスっていう理由やったらそっくりなん当然やけん。心のありようが、アンセスからあんたに受け継がれてるのがわかるわ。海のスターピース、なんか響きが超いいね。人手的な星屑。これで、あと一つで、エナーテやっけ、助けれるんよね。よし、未完成のスターシードに海のスターピースを無事組み込めたわ。あと一個。二つ目のスターピースも組み込んだし、残るはラストの一個のみ。もうちょっとでレナーテを助けられるわ。アイナ、気合い入れなさい。レナーテで会っとるね。ほい、ということで今回もこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てか、あの時撮った幸運の妖精、あれの効果ずっと続いとったんや。